こんにちは。100円ショップで揃う材料で作れるクラフトのアイデアを紹介しているケロです。いつもご視聴ありがとうございます。10月になり、朝晩の風が季節の移り変わりを感じさせてくれるようになりました。季節の中で一番好きな秋ですが、一つだけ困ることがあります。1年を通して我が家のベランダにはいろんな虫が来ます。春は蜂や蝶々、夏はセミがやってきてミンミン、そして今はカメムシ大量発生。洗濯物を取り込む時に一緒に部屋に入ってきて部屋の中をブンブン。この前ケロ夫が靴下を履こうとしたら足の指に何か感じるものが、靴下の中にカメムシいたらしい。それはちょっとおもろい。